こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー生態院院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、 腰痛と失礼しました、内臓の関係について話をしていこうと思います。で、腰痛って実は内臓から来ることがあるんですね。聞いたことある方もいてるとは思うんですけども、腰痛ってもう腰の筋肉痛いから痛くなると思っている方もいてるんですけども、実は内臓から来る場合もあります。で、ただ内臓と腰痛って、その例えば腰の筋肉が原因で痛みを感じるのと、内臓が原因で痛みを感じるのと、感じる神経回路は同じって言われてるんですね。なので同じように痛く感じたりするんですね。で、特に内臓なんかはだるおも多く感じるんですね。で、腰痛もだるおも多く、急性の場合はすごい激痛で感じるんですけども、なんかだるおも多く感じるのが腰痛の特徴ですよね。そういった同じような感じ方することが多いので見分けがつけにくいんですね。なので今回は筋肉が原因の腰痛と内臓が原因の腰痛ってどうやって見分けるのかについて、少し話をしげたらなと思っております。で、基本的に腰痛、筋肉とか骨格が原因、骨格とか関節が原因の腰痛の場合は動作すると痛みが出ます。例えば前かがみで痛みが出ると腰の筋肉の膜が原因のことが多いですし、腰をぐーっと反って痛いときは次関節ですね、椎間関節とかいう背骨の関節とか、あと仙腸関節という関節が原因のことが多いです。あとこう左右にひねったときに、この横のお腹の腹斜筋であったりとか、そういった筋肉が硬いことで痛みが出ているっていうのが原因で考えられます。なので筋肉とか関節が原因の場合はこう動作の時に痛みが出ます。ただ内臓っていうのはそういうことではないです。もちろんその動作の時に痛み出る場合もあるんです。例えば心臓疾患とかの場合は階段の上り下りとかちょっと激しい運動をして動かした時に心臓に負担かかって痛みが出るっていう場合もあります。ただそういうのを除いた以外いうのは基本的に謎の痛みの中じっとしても痛かったりするんですね。でもこう横向いてる姿勢なんかいうのは腰にはすごい負担かかってないんですけれども、それでも腰に痛みを感じるとか、そういった場合は、内臓の疾患が考えられます。ただ先ほどお伝えしたように内臓の疾患いうのは基本的には鈍くだるいような二次性疼痛という痛みの感じ方なんですけれども、たまに例えば胆石とか腎石とか壊死ですね、ああいったものができるとすごい激痛を感じます。なのでそういった場合もありますけど、基本的に鈍いような痛みをじっとしている時にも感じますっていうのが内臓の痛みの特徴ですかね。なのでもしこの痛みが腰痛の筋肉関節なのか内臓なのか分からない時は動作の時ですね、じっとしていて楽なのか痛いのか、動かすと痛いのか楽なのかっていうのを一つの判断材料にしていただければなと思っております。それは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。